にちは、トラだよ。はじめまして。こんにちは、みなさん、ヘザです。久しぶりですね。すみません。仕事に忙しかったですから。その人はトラくんです。4月29日にジャンガラで会いました。皆さん、ジャンガラのことを知っていますか？ブシカデンズの新しい地区なんです。あそこでたくさん動物を見えます。例えば、トラとオランウータンなど見えます。そして私のパワースキップスで踊っている友達も見えます。そして私の一番好きな動物、コウモリも見えます。素敵ですわよ。そして皆さんはフロリダに行ったら、切ってみてください。そして私のショーのアメリカンビットも見てくださいね。ジャンガラに行った時、たくさん写真とビデオを撮ったけど、私のカメラはダメですから、全部良くないです。そして、フレンドヴィックさんのすごいジャンガラのビデオを借りて、このブログの後にあります。ところで、私の仕事について話しましょうね。大学で、専門は演劇とダンスと日本語でした。そしていろいろな授業を取りました。例えば演技とかディレクティングとか大道具など取りました。でも主に照明を勉強しました。照明とダンスを知ったらけど、今仕事で舞台裏とスポットライトをします。でも、もうすぐオーディションをするつもりです。そして、心配だけど、私に信じていますから、いいと思います。今回は以上です。すみません。次はフレンドヴィックさんのビデオです。今度まで待ったね。バイバイ。